県の若手職員が関心のある行政分野の施策を考え提案する活動の発表会が行われました。県の若手職員が在籍している部署の分野にとらわれず、県の施策を提案できるジョブチャレンジ制度。若手職員の視点を施策に生かそうと県が昨年度から行っていて、 今年度は20 30代代から30代の職員11人が参加しましまたこちらのグループは若者の県内定着というテーマを設定し大学生に話を聞いたりアンケート調査を行ったりするなど10ヶ月間活動を進めてきました若者へのヒアリングから山形での楽しみ方や働く魅力が十分に届いていないと気づきこんな提案をしました。 山形の魅力を肌で感じ、山形で働く先輩たちの生の声を聞く、ツアーを開催すするというものですグループリーダーの長岡さんは、若者への聞き取りを通して、気づいたこととがあると話しますやっぱり山形の魅力についてですね、私たちが思っている以上に知っていたりですとかいうところもありますし、地元愛ですかね。 をしっかり持ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいまして我々の想像以上に山形のことを思ってくれているなというところをきょう提案された施策は担当課で検討され来年度以降の施策に生かしていくということです。